では改めまして、今から、インスピレーションカードの、1枚深読み会を始めていきます。で、この回は、この魔法の質問インスピレーションカード、イラストバージョンを使ってやっていきます。で、このカードの、そのイラストを見て、で、これはそのイラストにこう何か意味があるとか、その、なんていうかな、ここから何かを読み取るっていうものではなくて、どっちかっていうと、このカードを引いた人が、そのイラストを見て何を感じるかとか、どういう言葉が出てきたかとか、なんかメッセージを自分なりに受け取ったかっていうところを、言葉にしていくっていうのが、結構大事なカードになっているんですね。なので、それを、いろんな人でと一緒にやることで、の1枚のイラストからどういう発想がこうたくさん出てくるのかなっていうことをやっていってカードを深めていこうとする回になっております。で、今日は3人で答え合っていくようになりますかね。で、コメントで参加してくださる方はどうぞぜひコメントに入れていただければと思いますが。で、今、画面の方に、出てます。これがマンダラチャートと言いまして、まあ、僕らはこのマンダラチャート、ありがとうございます。この夢を叶えるマンダラチャートっていう本もあります。で、このマンダラチャートについて詳しく知りたいなって方は、ぜひ、赤い本買ってみてください。で、このマンダラチャートを僕らは使って、ここに答えを書き入れていっています。で、お手元にこれがない方は、ハッピーハートカードクラブのところからダウンロードもできますし、で、もしくはもう手書きで自分の手元にあるノートにこのような感じでマス目を書いてもらったらいいかなと思います。で、答えを書き入れる順番なんですけど、一つのこのマンダラのセットが、このですね、グレーを中心とした全部で9マスのこの正方形が一つのセットです。で、答えの書き入れる順番としては、まずグレーのところに今日引いた1枚のカード。で、そのカードのエネルギーとなっている漢字があるんですけど、まあ、その文字をグレーのところに書きます。後で、その文字はお伝えしますね。で、その次に、最初に答えた方。一番最初の答えは、その真下の1番のところに書いていきます。で、2人目の答えは2番のところ。ありがとうございます。で、3人目の答えは3番目。真上になりますね。で、4人目の答えは、右側になります。4番。で、5回目の答えは左下に行きまして、で、6番目が左上。で、7番目が右上。8番目が右下っていう風な流れになってきます。ちょっとね、順番が、変わっていると思うんですけど、この順番で答えを書いていくと、なんかひらめきやアイディアが生まれやすいっていう風に言われてます。で、そんな感じで今日も答えを書き入れていこうと思います。ということで説明は以上でございます。じゃあカードを今日の1枚引きますね。ちょっと一回引いてみてダブってないかどうか確認もしながら。よいしょ。ちょっと待ってね。これは出た。もう一回。なんて言って弾いてますか？なんて言って引きますか。今日はなんかシンプルに今日の1枚は何ですかって感じで引きました。ちょっと待ってね。これは出てないかな。出てないね。じゃあ今日はこれです。このカード。エネルギーは、ご縁の縁でしたっけね。これですね。そうですね。ちょっと画面、大きいの出しましょうか。
画面共有します。とととと。よっ。はい、これありがとでうごす。ざいます。はい。では、マンダラチャートお持ちの方は、真ん中のグレーのところに、円と書き込んでください。じゃあ、ここからよろしいでしょうか。はい。はい。ご縁は気づかないうちにつながっている。ご縁は気づかないうちにつながっている。つながっている。じゃあ、ゆかさん、どうぞ。なんかシンプルに赤いんです。ねえ、私もそうだった。次のウサギに取っちゃった。糸やそうのでに、す色とね。赤い糸。赤い糸。じゃあ、ゆきちゃん、お願いします。未来。おん。ー。未来。はい。僕は、お天道様はすべて知っている。テント様。なんか前もそれなかったっけ？どっかそで言っれ。たね、それ。ねえ。か、なんか聞いたなと思ってほんまやね。どっかで言ったね、それね。テント様すべて知って。いや、全然いいんですけどね。はい。では、ゆかさんどうぞ。私もそれと同じようなあ、そうなの？太陽。ちょっと私、ちょっと、太陽が見守ってくれている。あ、いいですね。みんな、てくれている。はい。私は光の存在。光存在。光の存在。はい。じゃあ僕は、女の子のワンピースはマリメッコだろうか。なんで ワンピースは何？女の子のワンピースはマリメッコだろうか。面白いな。なんかそんなっぽくないですか、模様が。面白い。でも模様見えますか？模様というか、このなんか水玉模様みたいな。マリメッコかなと。面白い。いいですね。なんかおしゃれのセンスを。って感ふとじ。今出てきたってことは、なんかマリメッコで、後で見と、なんかマリメッコのなんか見とけってことかもしれないですね。ああ、そうやね。その服を買う？男性室からね、誰かにプレゼント？ありがとう。ゆきちゃ先んに。に言っとく？ ゆきちゃんに。そういうことか。ありが なとるほど。う。次、ゆかさん。ゆきちゃんの光の存在っていうので、光の道っていうのを思いついたんですよ。宮地嶽神社の光の道っていうやつ。昔嵐が CM に。で、その後で、ちょっと変わってきて、あ、変わって、違うかったか。ごめん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 。いえいえ。
光に導かれる。光に導かれる。私はエネルギーを放つ。エネルギーを放つ。もう一周行きましょうか。週か2週かできそうですね。なんて言おうかな、なんか、なんていうかな、同じ方向を見ているにしよう。同じ方向を見ている。空の色も綺麗。何の色も綺麗？空の色。あ、空の色も綺麗。空の色。それが答え。ごめんなさい。空つのぶ色やいもただけ綺麗。かと思った。一級ですよ、渾身の。そうなんだ。渾受け身止のめて一言もらえ出なましかった。た。ちょっとつぶやいただけで今考えてんのかなと思って。空の色も綺麗。もうなんか、ずっと太陽とか光ばっかりに焦点が当たってたけど、なんかその下の空の色も綺麗なと思って。本当ですね。爽やかな気持ちになるように。本当だね。なんか、背景が空ってなんか思ったら、その光のはしごを歩いてるような気がした。光の光はのしはごをし歩いてごをいる。歩くにしようかな。はしご、を歩く。一周ですね。いけそうですね。優しさに包まれたなら。なんかユーミンやったっけ？そう、ユーミン。もうユーミンのが出てきた、今。優しさもにう音包まれ楽た。が出てきたそう、わ。音楽とともに。すごい。ゆきさんの見て、天使のはしごっていうのが。天使のはしご、光のあるよね。雲間からこう、さーっと五行みたいに立ってる。天使のはしご。いいっすね。いいですね、本当に。じゃあ、鳥、お願いします。鳥、天使のはしご出てしもたのに。天使のはしごが鳥ぐらいかなと思ったけど。天使のはしご。じゃあ、宇宙創造。宇宙創造。最後は大きく来ましたね。天ま使とのまはりしましごがた。来たから。すごいまとまった。じゃあ今日は縁っていうカードから、ご縁は気づかないうちにつながっている。赤い糸、未来、お天道様はすべて知っている。太陽が見守ってくれている。
光の存在。女の子のワンピースはマリメッコかな、光に導かれる。エネルギーを放つ。同じ方向を見ている。空の色もきれい。光のはしごを歩く。優しさに包まれたなら。天使のはしご。宇宙創造となりました。はい、はい、どう素晴らしですい。か？やってみていかがだったでしょうか？はい。かがでしたでしょうか。ゆかさん、いかがでしたでしょうか。毎回ちょっと待ってって思うけど、他うん。のこう、ごいちゃんとかゆきさんとかね、意見を聞いてるうちにぎゅってまた出てくる。ああ。なんか多分、だから一人だと、そんなに出てこないと思うのに、なんか、回ってるうちに、こう、ああ、その発想いいなって思ってるうちに次のが出てくるっていうのが、毎回思うけど、すごいなって。やっ面ぱ白りい。影響しますよね。そうですね。そういう見方があったかって、そうしましょうって思って。で、それで、なんかこう、どうにかこうにか次のが出ていくという、そういう毎回そうだけど、それがなんかすごい楽しいなって。よかった。なんかいくらでも出るって感じですよね。でも一人だったら難しいんですよね、これ結構。難しいと思います。みんなでやるからなんかいろいろ。ドイちゃんが女の子のワンピースはマリメッコだろうと言ってもうくれたから、それ太にし陽かに見え対しなてくもなっこうちょって。と目を向けようって思ったり。そう、それを見たときに私は男の子のこの1番、背番号1、あ、番号1。そこもすごいちょっと気になったんですけど。本当だ、1だ。これ1っボてタン書いかてあなっるんでて。すよ。エースなのか。ね。そうオーそバーう。サイズで、オーバーサイズの、なんか、服なんやろな、いう感じですよ。今流行りのオーバーサイズやな。ね、そんな感じがしました。やっぱり視点が変わりますよね、見てそうるです場所。ね。いろいろ。なんか広く見たり、こう、細かく見たり。なんかいろんな視点をね、見る、こう視点、いろんな視点から見ることができるのも、なんかこういう場で、みんなでやるからこそかなっていうのもありますね。そうですね。ゆかさんが背景側の青空の方を言ってくださったから、そこからなんか私はなんか宇宙とか そのあたりがイメージできてきたので、なんか空間がやっぱり広がりました。ほんまですね。いいですね、やっぱりね。なんか余談ですけど、金ってあるじゃないですか。金、銀、銅の金。金ってあれ、宇宙からやってきてるそうですね。がもともと辿っていくと。あ、そうなの？まあ、大体なんか地球ができてんのって宇宙のもんが集まってできてるから、なんかそういう地球にある資源って結構宇宙からやってきたもんが多いらしいんですけど、なんか特に金はなんか星が爆発しないとできないらしくて、なんか昨日ちょっとウィキペディアで調べたら。なので、なんかそういうね、なんだろう、ちょっとこのカード見ると、なんかこう、それに見えたりもして、宇確か宙からこうに。金がやってきてる、なんかそういう感じもして、面白かったです。やっぱりなんかエネルギー、もともとの感じのエネルギーをこのイラストにまた映すときにエネルギーに変えられてるから、そういうあたりもすごく感じやすくなってるのかもしれないですね。いいでだすね。から、なんかこう、人と人のとのご縁ももちろんやけど、なんかそういう、ご縁っていうのはそれだけじゃないっていうか、なんかこう、そういう、まあ、金とかそういうものを通して、実は宇宙とご縁があるみたいな、なんかそういうふうにもこう捉えられると、なんかこともっとこう、なんでしょうかね、こう、大きいつながりを意識できるっていうか、
なんかそんな気もしました。そうですね、本当に。なんかやっぱりすべてはエネルギーでできてるから、なんかやっぱりエネルギーとエネルギーって結局同じ周波数でないと引き合わないから、なんかそのあたりを考えると、金を引き寄せようと思ったら、金と同じ周波数になればいいかな。ああ、そうかもしれないですね。ね、でもご縁もそうですよね、きっとね、自分と同じ周波数持ってる人とやっぱり出会うっていうかね。そうですね。まあ、なんかその見えないけれど、そういう世界も感じられる、すごいやっぱり素敵なカードですね。そうですね。はい、はい。ありがとうごありざがいとうごまざいす。ました。来週じゃなくて次はいつでしたっけ、ゆか次さは、ん。1414日のの夜かな。3時、15あ、時、3時や。14日の3時、そう、珍しく3時という、なんか、午後にしてみました、一度。いろんな時間でチャレンいジろんしなて。時間でチャレンジはい。しまなんす。かね、もっと皆さんと交われたらいいなと思っています。なので、また次回、はい。午後だったらいけそうだっていう、その3時の時間はちょっと、いけそうだっていう方はね、ぜひ、いるかもしれないと思う。いるかもしれないそうので。なんです。そして、Facebook のライブ配信も、なんかちょっと今日、たまたま復活できました。なので、次回も、Zoom に入らなくても、この Facebook 見ながら、コメントに書いて参加っていう形もできますので、はい、どうぞあれ、おコ越メンしトく入ってんのは、ださい。私で、そうなんですね。ありがとうございます。違うかな？で、ゆきちゃんだ。ゆきちゃんだ。でも見てくださってる方もいらっしゃるんですね。ね、嬉しい。ありがとうございまね、あす。りがとうございます。またこぜれが時ひ。間差で、この手に送ってるのが時間差で、今ようやく、手が振り出した。ちょっとね、時間差があるので、ズームで見てる画面と、フェイスブックで見てる画面が、ね、ずれていくのずれで、ている。コメントいただいてもすぐに私たちの方で見れないんですよね。そうなんです。海外中継みたいな。そう、ちょっと海外にね、海外の中継のようです。はい、では、ではでは、ょう今日はそんどな感いいじ時で間閉にじてないりきまますしかた。ね。はい、では皆さん、今日も素敵な一日をお過ごしください。どうぞお過ごしください。ありがとうございあまりしがとうごた。ざいます。